行き先はっと。さあ出発。今日は何が見つかるかな。うう、巣がドロドロ。後でしっかり洗わなくちゃ。植物は錬金術の基本。おーいそ、おろそかにしたらバッチが当たるよ。お、これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。みっけ。宝石か。種類によって性質も違う。ちょっとしっかり勉強しないとね。調合に使えそう。よいしょ。何の材料になるか調べないと。みっけ。えい、野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しいくなるわ。はっ。じゃぶじゃーん。今がチャンス。どう？えい！うん！だ！私たちの勝ちだね。やった！みっけ！よいしょ。どこでも使える。こういそ、火って大切な材料なんだよ。こういそ、みっけ。お昼か。お腹空いたよ。ご飯ご飯。じゃぶじゃーん。
くない薬もあるのかな。よいしょ。虫取りは得意だよ。おーい、錬金術の材料にもなるし、お得だね。いっけ。えい、それそれそれ。のりのり、なんとかなるだ。さあ出発。よいしょっと。行き先はっと。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。無休の湧水樹か。初めて来たけど、すっごい綺麗なところだね。空気が澄んでるよね。だね。でも落ち着いてるだけじゃダメだよ。うん。で、ルルアちゃん、古文書にはどんな材料について書いてあるの？大魚のヒゲ。ヌシってことは、うん、思ってたより魔物がたくさん。そうだね。ここあれって、お、なんだ、ルルアか。それに、はじめまして、エーファと申します。ルルアちゃんの幼馴染です。ああ、そうか、ですよね。なんか今トゲがあったような気が。そうだねえ、オーレル。オーレルはどうしてここに？ああ、ここには魔物が多いと聞いてな。修行がてら魔物退治に来たってわけだ。
それはちょうどいいですな、エーファさん。そうですね、ルルアさん、渡りに船ですね。なんだお前たち、急にニヤニヤしだして怖いぞ。まあまあ、あのね、オーレル、私たちオーレルの依頼のためにここに来たんだ。というわけだから一緒に行こっか。は？いや、はじゃなくて、オーレル依頼人でしょ。意味がわからないぞ。どうして依頼人が手伝わなきゃ。まあまあ、魔物がたくさんいる場所に女の子を二人放置するのも。オーレルさんがいてくれてよかった。おい、こら、勝手に話を進めるな。おい、お前たち。錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。ちんぴんちんぴん、どこでも取れてどこでも使える。切って大切な今がチャンス。それだ。当然の結果だな。
も違う。今がチャンス。どう？それ。当然の結果だな。これでまた最強の図。粘土はこねて丸くしてっと。中身の方が運びやすいの。仕掛けよ。それ。えい。つまらない勝負だ。薬の材料だね。苦くない薬もあるのかな。今がチャンス。それ。切り裂く。よいしょよいしょ。虫取りは得意だよ。錬金術の材料にもなるし、お得だね。あー、糸がこんがらがっちゃった。こっちがこうで、ジンピンジンピン、みっけ。一気稼いだ。それ、遅い。当然の結果だな。開けゴマ。仕掛けよ。てい。それ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 。Thank you.
目的地はどこだ？ま、どこでも同じだがな。ルルアちゃんのために私も張り切っちゃうよ。おい、油断するなよ。いつ魔物が出るかわからないんだからな。平気だよ。だってオーレルが倒したくなるでしょ。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。一気に仕掛けよ。これでまた最強の座に。みっけ、粘土はこねて丸くしてっと。よいしょ。こうした方が運びやすいの。
調合に一気加勢だ。魔物はいなかったよね。よくわからないんだが、そもそも突然空から落ちてきたものなんだろう。そんなんじゃダメだよオーレル。信じる者は救われる。信じていればなんとかなるなる。よな、さすがルルアちゃん。僕はとんでもない奴に依頼をしてしまったのでは。まあいい。それで主のことなんだが、主というだけあってきっと魚の魔物なんだろう。だとすればありえない話じゃないと思うが。ああ、確かに。だとするとどうすればいいんだろう。お魚だし釣ってみるとか。でも魔物を釣れるくらい丈夫な釣り竿なんて。どうした？いや、何も書いてないの。もうオーレルにも読めないの。しかも今回はすごい釣り竿と餌の作り方みたい。困った時に頼りになる本だね。それじゃあ古文書の解読を進めてみよう。そううまくいくといいけどな。行くってば。おい、行くぞ。グズグズしてると置いてくからな。新しい文章。あ、新しい文章。よいしょ。
宝石か。種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。珍品珍品。この魔物見たことも聞いたこともないよ。こういうのに詳しそうな人。あ、そうだ、リーザ姉ならひょっとして。なるほどね。はい、これ。はい、ありがとう。さ、えへん。伊達にアーキュリスの依頼を取り扱ってません。そうだ、ルルアちゃん。え、そうそう。感じかな。うんうん、つまり依頼をこなせば嬉しいことがたくさんある。そういうこと。最初は簡単なものから慣れてもらおうかな。もちろん時間があるとき。Thank you.